皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。英語は超苦手な人の高校受験音読英語の5回目、今回は How do you go to? というタイトルでお送りします。ではここに本文があるので、まずこれ確認しますね。私が2回読むので、まず聞いてください。アヒコが遠くを見て話します。 That's my school. It's 90 years old. I go to school by bike. 2回目です。 That's my school. It's 90 years old. I go to school by bike. では、英文確認しましょう。 That's my school.投稿そして、あれは私の学校です。こう言ってますね。この that というのは、that is。これを短くした形ですね。そして、it's 90 years old、ね。いつも it is。これを短くしてますね。これ、90 years old。90歳です。それは90歳です。それって学校のことですけど。ね、でも、90歳という言い方、建物に対して言いませんよね、日本では。だから建てられて90年経っていますと、こういう感覚にすればいいわけですね。日本語と英語で感覚が違うので、日本語に無理やり合わせなくてもいいわけです。感覚ですからばいい。できて90年です、ね、その人間と同じように何とか years old を使うと。だから学校ができてどのくらい経っていますかと質問したかったら How old is your school? How old is your school? こう聞けばいいんですね。そうすると、It's 90 years old. できて90年ですよと、ね。こういう会話になるわけです。で、I go to school by bike. I go to school by bike.、私は学校に行きます。by bike.、自転車で。こういう文章ですね。この by の後ろに乗り物が来ているとき。by bike。この場合はね。自転車で、ね、自転車に乗って学校に行くということになります。バスだったら I go to school by bus。 電車だったら I go to school by train。 歩いては I walk to school ですよね。引っかからないようにね。この手段を表す、学校に行く手段を表す by 乗り物という時には、この乗り物、数えられるものであっても あや an はつきませんね。 by train あや an はつかない。 by bus安はつかない。これも一緒に覚えておいてください。では今度は皆さん、私と一緒にこの英文を3回読んでください。ではいきます。はい。 That's my school. It's 90 years old. I go to school by bike. はい。 That's my school. It's 90 years old. I go to school by bike. 3回目です。はい。 That's my schoolIt's 90 years old. I go to school by bike. できましたか？この文章に対する質問がここに3つあります。皆さんはこのアキコさんになったつもりで、この質問に答えてみてください。では質問を確認しますね。1番は、Is that your school? あれはあなたの学校ですか？こう聞いています。That's my school って愛子さん言ってるので、ね、Yes, it is. テストだったらここまでで OK なんですけれど、ここでは練習なので、Yes, it is. It's my school.、ね、こう続けてください。Yes, it is. It's my school. 2番目です。Do you go to school by bike?、ね、今日の学習のポイントの一つ、by bike っていう、自転車でという質問ですね。あなたは学校に自転車で行きますか、ね、I go to school by bike と言ってますから Yes, I do. で、さらに続けて I go to school by bike。 ここまで言ってください。で、3番目ですけれど、初めて出てくる How で始まる文章ですね。 How do you go to school? How do you go to school? この How は実はどのようにしてという手段を聞くときに使うんですね。これ疑問詞と言います、ね、How という疑問詞は手段を聞くときに使うと。ですから How do you go to school? この質問はどうやって学校行くのと、こういうふうに聞いてるわけです、I go to school by bike
ですからテストの時には by bike と書いてピリオドを打てばこれテストは丸もらいますけど、ここでは練習なので、ね、I go to school by bike、ね、全部の文章を言ってみてください。では練習をします。私が質問を読むので答える部分を一緒に言ってください。いきます。 Is that your school? 皆さんは Yes it is, it's my school。 2番です。 Do you go to school by bike? 皆さんは Yes I do, I go to school by bike。 3番です。 How do you go to school? 皆さんは I go to school by bike。 2回目いきますね。 Is that your school? 皆さんは Yes it is, it's my school。 2番です。Do you go to school by bike? 皆さんは Yes, I do. I go to school by bike. 3番です。How do you go to school? 皆さんは I go to school by bike.、ね、言えましたか？では、今回、音の部分はこの school のところに入っている OO が2つ並ぶ。この音について説明します。OO、中学の、この勉強する単語の中ではこの OO はうまたはうちょっと伸ばしてね、うで、こういうカタカナの書き方は良くないんですけどね、まあここでは許してください。説明のためにね、うかうと読む場合が多いです。もちろんね、ここになると他の読み方も出てきますけど、中学ではこれが多いので、OO と来たらうって読むかうって読むんじゃないかな、こう考えてください。でどんなものがあるかというと、例えばうの方ですと book book、 これありますよね。それから見るの look、 これがありますよね。それから、good good、 短いですね。で cookこんなのありますね、cook、ね、じゃあ、u の方は、ここに出てくる school がありますね、 school。 それから月の moon、 それから涼しいとかかっこいいという意味の cool、ね、こういう読み方があります。u で短い u の読み方をするものは book、look、good、cookうーと伸びるのは school, moon, cool。 もう一回いくと、短いうは book, look, good, cook。 うーというのは school, moon, cool。 こういう読み方になると、ね、今回はこの発音の方も覚えてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。